よーい、おはようございます。アイサカタイガロダンカンバガロスーツ、あ、今日全員スーツでバッチリ決めて、あ、おはようございます。全員スーツ決めちゃってるから、君たち今日は 何の日か、はい、わかりますか。我らがアクア、クラブアクア1周年記念です。1周年でございます。よいしょよいしょよいしょってございます。で、なんと、まあ、ふさわしい、一周年出ました。アクア一周年出まして、うんうん、我らが、本当はよ、こんなこと一切ない、我らが、裏で操ってる、KW ってやつがいるんだけど、結構言うすね。やつじゃない。結構って方がいるんだけど、我らが、来てます。本日の我らのプレゼント、社長出ました。これ初です。記念すべき、我らが初めて社長出ました。初めて来た。すごい。これすごい、これすごいことですよ、これ。面白い。いや、ほんと、こんなに、ケンちゃんだよ、ケンちゃん。社長だから。社長様や。誰じゃねえ。まあ。社長様やから。結構意外とこれメンタルやられます。そう、これもう、社長様やのね。まあでも、いつも裏方っすもんね。うん、だから、知らない人は知らない。社長の LINE は出さなくて大丈夫です。下のケンちゃん、タイガに、1万5000円貸してもらうということで、これは、前回の続きなんで、これ全然違うやつです、これ。タイガに1万。おい、あ、違う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 、これは違うやつ、これは、聞いてください。これは、ネタのやつです。これは全然違うやつ、これ。めっちゃビビってるっすよ。あ、もう、ケン君指大丈夫って、もう、だからもう、リアルタイムすぎる。知ってるん、誰が、あ、もうだから見てくれてるんですよ。今日来てくれた人も見てくれてる。そうなんです。はぁ、なので社長何してくれる。俺全裸になろうか。本当に、放送事故です。本当にそれだけやめてください。本当に、なので、ね、我らが今回社長出てくれまして、これはもう今まではもう出るとか出ないとかのくだりじゃなくて、もうちゃんと社長さん、社長さん、ランはでもランちゃんはすごい、もうねえ、頑張って、もうイケメンになっちゃってるから、もうランちゃんは、だって懐かしくないですか、去年のニコ生らへんは、いや、ランは来ないみたいな。ああ、なるほど。なんかベロベロで来るんですよ、場を乱して、場を乱すから、もうランは来ないでみたいな。それがもう常連やん。じゃあぶっちゃけだけど、俺見たことなくって。これを見たことないよ、まず。いや、見ない方がいいですよ、そのなんか全然。でもタイが来ないではなくて、タイが来ない。いい加減にして。それいつもじゃない、最初の頃は見とったんだけど。あ、ほんとですか。で、どんどん下がってってコメント数減ってきたっすね。うん、いや、今日は社長が初めて出たけん、1000公演買ったらもうあれやで、もう。大丈夫だよ、ホテル代出されるんですけど、それはダメっすね。お前、いい加減しろよ。なわけねえだろ、お前。おさ、リア、もう本当にマジで、あとで本当に怒られるやつはやめろよ、お前。そんなわけないだろ、お前。必死すぎて、入れて。もう入れて、切れてる。で、しかも、代表には、タイが金返せとしかコメントがないのに、ちょっと今回、ケンちゃんお金貸してって来たっすね。ちょっと待って、君らさ、お前ふざけんなよ。
ちょっと待って、社長、これ本当だと思います。こいつらこういうことするんですよ。社長ちょっと切れてきてるっすよ。社長今日出たわけです。社長マジか、こいつらもあれ、ほんまい、ほんこんだけあるってことはほんまやろ。いや違う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 、社長社長違う、もうこういうの好きなんですよ、こういうたちは。もうずっとこういう感じするから。タイが飛ぶん。いや飛ばない飛ばないです、飛ばない飛ばないです、飛ぶことないです、飛ばないです飛ばないです。なんかすごいですね。ちょっとほんといい加減にしてもらっていい。あのさ、しかし社長マジ来てるから初めてのアトム。あれいくだった、なんで社長に行く。あ、そう、社長の乾杯しましょう、乾杯しましょう。これの使い方がよくわからんけ、なんでもいいっす。あ、社長がやっぱりこうアクア1年の、そうですね、そうですね、今日1周年なんで、本当でも1周年本当おめでとう。そしてありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。今あるのはみんなのおかげだし、これから作っていくのはこのメンバーだし、ちょっとミーティングみたいになっちゃった。ミーティング出てない。今日ミーティング出てない人間が、まあ一言遅刻しやがってまして、この良き日にすごい、まあまあいろいろ1ヶ月ぐらい考えた内容を俺はみんなの前で発表したい。すごい大きいことが、まず、そうそう、まず最初に言った言葉が、みんな今までありがとう言ったのよ、最初に一言が。おめでとう、そしてありがとうって言ったのよ、社長が。なのに、なんか寝坊して、わし今日遅刻したとか言って、なんかキッチンで叫んだから、なんか湧いてんなと思って、こういうことある。乾杯、おめでとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとう。いや、美味しい、やっぱり。でも、今日出勤してマックスさんに言われたのが、あの、ライト君がいないことを誰も気づいてないよ、みたいな。一気したの、俺と社長だけの最後気づいてない。いや、ほんとに社長はすごいね、優しいから。あの、わしがいないことをみんながミーティングで気づかないってどういうこと？あれは、あ、最後の最後で、あ、ライトいないみたいな。それはいい風にとっていいんですか？それとももう存在感もないってことですか？どっちですか？あ、でもわしわし言ってなかったから、いつもあの、わしみたいな。あ、おはようございます、わしって言うから、あ、いないなと思ったけど、はい、なんか今日静かに終わったから。みんなスルーだったんですね。いや、今日ライスさんいなかったっけ、ミーティング短かった。発言だけうるせえ。話長い人おらんかったっけ、短かったっす。わし、あれすげえ気になるの、あのグループラインに乗ったあの子供が勉強してるやつ。あれ、下りがあるんですよね、わしもう言ってないから。すごいストーリーわかんないよ、あれ。でも、あれを分かんなくても分からなきゃいけない。そう。え、あの写真を見て、いい加減にしてもらっていいですか。私あの写真を見て、俺ここに貼りますね、ここに、ここに。私あの写真を見て思ったのが、あ、もうその写真をいい、わしが乗っける。あ、繋いでください。え、なになに、繋いでください。手品師みたい。じゃそこ拾うんすか。なんか、当時さ、なんか指いっちゃってんじゃん。はい。なんか、どうしたんだっけ、掃除。どうしたんだっけ、どうしたんだっけというか、違う、これは本当ダメっす。なんかこれあれだね、ちょ、本当に本当にダメっす。あれやろ、中二病でちょっと構ってほしくて。すいません、この写真載っけてもらっていいですか。はい。今日まさかの社長が来てくれるとは。いや、俺めっちゃ慣れてないわ、メディア本当嫌いやけん。でも裏方タイプですか。うん、裏方タイプ。いや、あんなに歌うたことない。アクア315。あ、見てるやん。アクア315。アクア最高。どれどれ、おい、社長、あんなに歌を歌ってて苦手なんすか、メディアが。君しかって言ってんのに。あの時点では俺表方だなと思ってたんだけど、人をプロデュースした時にその人間が、例えばじゃあここにおるメンバーで言うと、じゃあライト君が来てくれた時に、はい、アクアに来て売り上げが上がった、うわ、これめちゃ楽しいやと思って。ああ、はい。人の笑顔を見るのが本当楽しくって。あ、じゃあ最前線も真面目か。グイ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 飲めてるのグイ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 飲めるけどグイ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 飲むけど。あれ、これなんか今ライト従業員旅行みたいになってる。ちょっと胴上げする、胴上げする。本当に。あ、この写真。あ、すごい。何これ。あの、今乗ったら乗っけてくれるんですよ。ああ。そう、これに僕は感化されて。で、わしがこれを今日寝坊したんですけど、起きてパッとこれ見て、社長なぜこれ送ったんだろうって考えたんですよ。ああ、なるほどなるほどね。で、
まあ、うん、学校も行けない、うん、ちっちゃ学校も行けない、あ、なるほど、学校も行けない、うん、ね、そういうなんか机もない、なんかその勉強する環境がないのに、うん、ここまで、うん、この路上かもしんないけど、うん、頑張ってるのを見習ってお前らももっとストイックにやれよっていう写真だと思って、全然違う、全然違う、考えが浅はか、いやもう全然違う、本当に社長が何言いたかったか、それはどんな状況でもマクドナルドはすぐそばにあるよってことだから、あ、グイ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 どうもグイ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 、今の画像ちょっともう一回見せてもらっていい？どんな状態、どんなスラム街、そんなところでもちゃんとマクドナルドはあるよってことやから、社長そういうの、グイグイもう一回、今日は1周年なんで上から飲ませていきますそう、これそう、どんな状態どんな状態、どんなことでもマクドナルドはそこにあるよっていう、君の中のマクドナルド探そうってことやから、あ、持ってきます、アイスいいっすよ、アイスいい、あ、アイス大丈夫です、あ、社長様、本当にすいません。あれ、てか、ショットさんは？ショットさん、ショットさん、とっくにどっか、あ、そうなの？消えましたよね。めっちゃ、めっちゃこれ生放送中の会話だな。本当に、社長、CM 中の会話。社長あ、そうなの？そうだったの？いかに社長のニコ生慣れが、そうですね、社長、ショットさんの時に見たってことは、結構前っすね。だから気になるあの画像の意味何？え、嘘でしょ、だからランちゃん、ランちゃん意外に、要は、はい、もう一回出してください、あの写真、あ、もう一回、あ、すいません、後で名刺渡しますリアル、はい、要は、要は、あ、要は、うん、人のせい、物のせい、環境のせい、時代のせいにするなって話、はい、要はどんな状況でも学ぶこと、心を、代表めっちゃ笑ってんのね、まあ、要は、どんな状況でも、例えばじゃあ俺の商売だったら役職のせいだったり、後輩のせい、ヘルプのせい、時代のせい、そういうのしてたらいくらでもせいはできる、あ、はい、真面目かっていうのちょっと嫌だよな社長、こうしてもおかしいですよ、社長、社長、こうしてもおかしいですよ、社長、今もうやめろお前、やめろ、うつじゃないよそういうのは、やめろやめろお前、どうなんだよ、やめろよお前、やめろやめろ、しかもその後にライト枕ありがとうごちそうさまです、グイ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 、ラブキのグイ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 、あとさ、あの勉強するときは姿勢をよくしなさいってことじゃねえから大丈夫そういうことじゃねえよ、お前の近くのマジもちげえよ、要は人のせいとか何かの環境のせいにするんじゃなくて、そう、それでもこうやってやる子がいるよってこと、そういうこと、自分でしっかり戦おうと、で、そのまず1個、もう1個目が、これによって俺は仕事を感化されて頑張ろうと思えた、はい、そういうエンターテインメント、写真自体がエンターテインメントなんで、このエンターテインメントをまず俺らは人にこう伝えようと、はい、俺らが頑張って努力するイコールお客さんがそれに感化されて頑張れると、うん、で、そのお客さんがまた、そのお客さんのお客さんがまたおるわけで、はい、とか例えば、そうですね、ちょっとやめよう、ここで変だグイ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 飲めるけど、グイグイ、だからこれアクアの従業員、写真落として大丈夫です、アクアの従業員全員これを、誰やこれを社長探さないでください、社長探さないでください、 ID でも一緒っすね、社長ネットワークで探さないで、 ID 一緒っすわ、 ID 一緒なんて一人だけっすな社長、しかも、しかも社長結構コメント伸びてますよ、 D も IQ っていうってことは社長一人だけなんで大丈夫っす、いや社長コメ伸びてる、大丈夫っす、社長コメ伸びてるんで、今これ使うで、コメ伸びてる、ほんと探すよ、ほんと今金を置くの、もう大人の力使うで、ほんと ID からもう個人を取ってる、そう、それが二つ目で、三つ目ちょっと後でかけ直しますなんで言ったんすか、三つ目は、三つ目はマックはいつでももううるさいな、君の味方だよ、はだからマックが後ろにあったじゃないですか、もうずっとそれ言うんですか、マクドナルドはいつでも君の味方だよって、俺あのマックの新しいパソコン買ったんやけど、あ、グイ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 飲むけどグイ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 飲めるけどグイ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 、これ後で
い社長にタイガー何しとんって言われるやつ。ほんとそれはね。社長今日、社長今日自慢。社長今日ね、キャッシャリ自慢したの。新しいマック。そうか。嬉しい。ずっと自慢した。いや、すっごい薄くって、で、何もないんよ。 USB とか。あ、じゃあダメじゃないですか。それが、美学。はい、CM。 サンデー衛星組ウルシャキ先生。リキト最近全然ダメだな。何がシャンパン先生よ。ほんと口だけだな。くそー、しょうもな。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。いよいよめっちゃ悪かった。これもう中二病がね、中二病が。今一つ言いたいことがあるんだけど、アイディアでうるせえは金髪って俺と掃除どっちなん？え、俺アイディ？どっちもなん？俺アイディのことで言ったことないけど、お前これ絶対さ、あの絵混ぜたやろ。いや、ちょっと混ぜ混ぜてしまう。ほんまさ、そういうのやめてほしい。そういういじめやめてもらって。タイガーやかましい。タイガー君って俺すごいと思うんですよ。え、でも、え、褒めてんのに。じゃ、何がすごいって、何がすごいって、前回さ、6年もない放送したのに、なんだかんだで、LINE4 件来たんだけど。じゃなくて、新規の LINE が。そうやろ？私、タイガ君のすごいことって、何かわかる？この人うるさいとかさ、あいつ黙れとか、バーって出るじゃん。毎回。はい、毎週。一、はい、人でここで出たことある？ないっすね。え、きついよ。無理だよ。30分続けられないのに、タイガ君ってそれができんの、一人で。そうなんです。そうなんだよ。一回一人だったらマジでやべえだろ。最悪かった。最悪かった。社長まさかのタバコ中だから。禁煙中だっけ。え、禁煙中速攻タバコ、速攻。いや、今禁煙始めました。はい、どうぞ。俺の禁煙の定義はまた定義だ。だ言うなよ。いや、自分の定義を持った方がいいよ、みんな。はい、お願いします、定義。俺の禁煙の定義はタバコを買わないこと。吸うのは別に禁煙じゃない。はい、どういうことですか。それ言っていいですか。妻持たなくて浮気しまくりみたいなもんですよ、それが。多分わかんないですけど。あ、でもそれは理にかなってる。あ、まあそういうことですよ、多分。彼女がいないから奥さん。あ、それは理にかなってるけど、タバコを買わないからタバコを吸うのが禁煙の意味がわからない。それあれですか、なんか最近流行りのアイコス吸うから禁煙だみたいなやつと一緒ですよね。あ、それも面白いね。あのさ、本当になんかさ、言ったら社長全部信じるからやめた方がいいだろ。それ面白い。でもね、俺結構社長に嘘ついてるけど、そこではそうなんだって言うから、あんまり良くないと思う。嘘はついてないですよ。嘘はついてないですけど、あーそうなんだみたいな言っちゃうから、信じちゃうから全部。え、ちょっとそこじゃないですか。社長社長じゃないの、お前。変わる。翔ちゃん。我らは翔ちゃん。じゃあちょっと真ん中つぶる。いいよ、ランお前は。ランやれ。翔ちゃん。我らがイケメン翔ちゃんの。売上順じゃけん、お前ここ翔ちゃん。え？どこしたら。社長わかんない。3週連続ぐらい。ね。あ、出てる。3週連続ぐらい、はい。もうまず俺に振られる前に喋らなきゃ。説教。はい。ガチトークや。あの、そう。今ショーさ、お前なんで俺来たんだろうと思ったよ。振られて喋ったらそれ負けやで。はい。まず。はい。ケチ怖え。怖え。やり口がそれやから。あ、俺そう、アイコス持ってたんだけどあげちゃった。え、意外とあの匂いがきついっすもんね、あれね。うん、そうなんよね。あのわしがあれが一番嫌いなのが、もうなんか連続追加できない、あれ。
あの5分から何俺じゃあ吸うなよって思いますか。チェーンスモークできる、うん、だから今なんかアイコスともう一個タバコ持ってるね、みんなね。だから二刀流二刀流だから吸えやって思うんですよ。もう一個吸う、もう一個吸う。いやみんなあの前にもう一個吸う、もう一個吸う。前にアメトークで最新タバコ芸人やってたの見た、はい、あの加納英孝とかっすね。そう、わしはもう全部もう千鳥の大悟派だったの。そうっす、わかるっす、うん、そう。テレビのことをテレビで言うのをやめようよ。そうっす。ダメだし。ほんとにね、グイグイ社長がダメしたらダメよ、それ。飲んだよ、それは、ほんとに。ライト飲んでなくないわ、ライト飲んでなくないわ、ライト。それ、あんまり良くない。ケン君は愛情が深い人だね。あ、そう、社長。これ、一番いいコメント書いた。すごいっす。いい人、いい人いるもんだから。探すよ、探すよ。逆に褒める、褒める。ガチ探しできるじゃん。ポジティブシーン。なんか買ってもらってください。滑ってるも探すんですよね。探す。そっちは全力で探す。ガチ探してるわ。すごいですね。社長ともなるとピッピッピッピになるんですね、携帯が。いやー、ありがたい話だけどね、うざいね。めっちゃ言う。すみません、これこそテレビで言わないやつ。言っちゃダメなやつ。一番言っちゃダメなやつ。いや、違う、ガチの社長。ホールディングスの人。やめて、俺オーナーです。そうそうそう、本当に全部出してます。CEO。久しぶりだ。あー、ごめん。ごめん。これ来るともう役所関係ないですから。みんなディスられるんすね。もううるせえ。でも、逆に言ったら、叩かれる方がありがたいですよね。うるせえな、ほんとに。ランランの枕気持ちよくないから、とりあえず、そこだけ、ちょうだい。なんでわざわざガッツリ拾ったの？言ってもらわないと俺、滑ってるけど。あ、ごめん。受けんかったね。ごめんね。なんでそれ、子供を怪す言い方するんですか？いや、ごめんな。すごい親身に受け取ってる。俺でも、店に行った時は、全力で洗濯つけるように頑張ってるけ。うん。ついてほしかったらもっとお金使って。はーいな一番いいこと言った、一番いいこと言った。あの、感謝、マジで。おめえ、誰や、これ、誰だ500! どれだ、お前なんだ、おいどれ、これ、書いたやつ。だから、経営に回ったんですよ。全員笑わんっていう。生々しい。社長、意外に笑った人覚えてるから、今。あー、見える、これ。全然見えない。もう可愛いでしょ。一応なんかね、オリジナルグッズいっぱい作ってるけど。そう、あのキャッチャーの横に物販構えるみたいなんで、いろいろ買ってください。ちょ、これはいいかも。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 誰？ソース。ソース。お前がキャ。あ、枕のソース。あ、その枕か。いやいや、違います。いや、これでも本当に枕いたい。枕はいいかも。ありがとうございます。でも枕痛い。俺はお金の話はあんまり言っちゃダメだな、うん、ごめんな。社長真に受けすぎっすよ。真に受けすぎ。この俺全部受け止めてるともうメンタルやらない。もう身が持たないんで。もうぐっさー。全然ごめん。俺給料とかじゃないわ。給料とかじゃないわ。ダメっすよ、お金のこと言ったら絶対ダメっすよ。あれ流されたんです。枕の装置のライト。どうだ。え、どれですか。枕の装置どれですか。今日はあんまいかんけどね、マジで。社長、コメントむっちゃ拾う人っすね。500人。めっちゃいいっすね。500人。今日はマジで、あんまりいかんけど、付き合いではたまに行く。まあ、来ていただく人も多い。リスナーからすると、こんだけ拾ってもらうの嬉しいんですよ。あ、そうなんだ。ただ、いきなり止まったっすけどね。逆に勉強になる。勉強になるよね、キャバクラ。で、ライスさんもその勉強、すごいなんか勉強とか、もうすごい吸収したがるから、ライスさんすごい好きですもんね。こいつ、こいつ。すぐホールド。大好きやから、すごい吸収したくてしょうがないから。うん、したい、したい、吸収。俺もすごい。勉強で行く。45分までだ、これ。はい、そうです。社長も冷静なんで。あと5分ぐらいなんです。掃除掃漏なんかすごいインフンで。いや、ちょっとチロっすよ。チロか。チロ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 。自分の綺麗なところに入れてくる。枕の掃除、枕の掃除から。俺から。しかも社長も言うのやめてください。嫌いなところだよね。嫌いなところって。いや、別に嫌いなところじゃないですけど、あの、なんていうんですかね、
いや僕じゃないですよ、僕じゃないですけど、あるとこから聞いたんですけど。どういうこと？悪口いや悪口じゃないです、あることを聞いたんですけど、みんな僕は思ってないんですけど、みんながなんかその入ってきた子をめっちゃ可愛がるみたいなことは聞いた。あーあーでもね、そうです、あーえ自分は思ってない、それって自分は思ってないですよ。いやでもそれってさ、うん、みんな入ってきた頃を経験してて、うん、その時手厚くされてるの分かってるから、うん、いいんじゃない。いやだからそれは自分は思ってないです、自分は思ってないです、みんなが言ってたんだよ、俺は違うのになっていう。だって押しもね、確かにアクアに入った時、うん、すごいついてくれた。ちょっとさ、守ったいやでも、そういう風にやっぱり新しい、うん、そう、それは別にじゃ悪口じゃないじゃん、ちゃんと社長の悪口はダメでしょ。じゃあ言って。なんすか、例えば社長の悪口ちゃんと言うと社長わかんないんだから。じゃあ言ってください。悪口というかどうしても言わんダメなんだよ。じゃあ言ってください。代表の立場から見て社長の悪いところ、悪いところ、嫌いなところ、ああ嫌いなところ、朝というか、あの夕方ぐらいに電話かかってきて、タイガー今日何時出勤する？あ、一応8時ぐらいですねって言って、あ分かった、じゃあ着いたら電話して、あな要件なんですかねって言って言わないのよ。怖いね。言わない、絶対言わないの。俺ね基本的にあんま言わない。そうそれ言わないから。なんだろうなーってすごい心臓バックバックで準備されるのが嫌いやけん、その時の言葉が欲しい。あーそういうことっすね、うん、何々の件って言ったらそれを一回考えられるのが嫌なんですよ。ああ確かに、確かに、あそっちの件、そっからへん、そういうそれでやる悪口じゃないらしいっす。もっと言ってください。あーわかりました、いつもの悪口。いつもなんだよ、言わねーだろ。ちょ待って待って、俺いつも悪口言ってないだろちょっと待って、社長がいないと、いいことになるやつ。社長、マジ聞いてください。俺、はい、出ました。代表焦るのかい。ちょっと待って、ようやった。俺、社長に言ってくる。こいつ。まあでも、あ、俺、え、あ、そんな人ですか。早いな。ちょっと早いな。もうちょっと喋りたい場になってますね、今。楽しいね。ほらほら。じゃ社長の悪口とか言ったことないだろ。口コーナー。あ、いやいや、うん。はい、宣伝。ああ、ちょっと。いいですか？あ、社長、ありがとうございます。うん、来週のね、月曜日、5月23日、リアルバースデーなんで。何曜日？月曜日っす。おー、休み前。そうな、ちょうどいいやつ。素晴らしいねー。ね、休み前、いっぱい飲めるよ。もうさっきから枕うるさいけど、来てくれ！枕でもいいじゃん。うん。いや、違う。なんで公開したんですか？お先、真っ暗になるけどね。うん、グイ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 、あと17秒しかない。だから、はいはい、そうなったら枕の掃除もごめんね、言えよ。5月25日、自分のバースデーです。枕です、ありがとうございました。俺、社長閉めて。7月12日、うん、あの、1115、うんうん、なんだっけ、いいよ、グイグイグイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。